無性に出かけたくなってハンドルを握った。そんな時ファインダーを通して見つけた私の街の知らない表情、それがフォトリップ。私たちが21市町を紹介します。2013年8月にスタートした KTN のミニ番組フォトリップ。ホンダの車を相棒に長崎県内のさまざまな町、風景、季節を訪ねる番組は毎年少しずつ形を変えながら今年で丸8年を迎えました。今日は女子旅をする中でこれまでの番組の足跡、そしてフォトリップの魅力を探る特別編です。今回の特別編フォトリップの魅力を探るのは KTN ではおなじみのこの人です。皆さんお久しぶりです。元テレビ長崎アナウンサーの小田久美子です。私およそ2年ぶりのこういった外でのロケになります。フォトリップなんですけれども、私が KTN で働いていた頃ももちろん放送をしていまして、情報番組オパンというものをしていた時にも会っていたんですよね。果たして私のキャラクターにその番組の雰囲気が合うのか、まあ、心配ではあるんですけれども、楽しみな気持ちの方が勝っていますので、見ている皆さんにも楽しい旅の様子をお届けできたらいいなと思っています。さあフォトリップといえば多くの綺麗なモデルさんが出演していますよね。今日はそのうちの一人と待ち合わせをここでしているんです。来たかな、あの車ですかね。こんにちは。こんにちは。小田久美ちゃんお久しぶりです。フォトリップに出ています稲田美奈子です。久しぶりです。はい、お久しぶりですね。フォトリップといえば、はい、もう稲田さんというイメージが私の中で強くって、はい、何年ぐらい前から出演されていましたっけ。私は2013年にこの番組が始まったんですけど、長崎でって覚えてますか。懐かしいですね、はい、そういったプロジェクトがありましたね。そう、アミュプラザの企画で県内21市町それぞれモデルがいて、みんなで長崎を元気にしようみたいな企画があったんですけど、それの長崎市の代表で私は活動していて、でその時にこのフォトリップが始まったんですよね。はい、そこから8年か。はい、今日はそんな中でもね、はい、稲田さんおすすめの場所にも連れて行ってもらえると、はい、今日のドライブの相棒はこちらですね。ベゼル EHEV です。かっこいい。すごいかっこいい車ですよね。フロント部分がね、はい、まずやっぱりインパクトがあるなと思って、このねグリルの色が同じ色になっているので、こうすごく統一感があって、それもまたかっこいいですよね。そしてこう見てたらこの部分ちょっとトリコロールのカラーになってません、ね、すごくスマートでおしゃれな感じがします。私のおすすめしたいのがこのフロント部分っていうんですかね、はい、がすごくシンプルに作られているので、長時間乗ってても全然疲れないなっていう印象がすごくありますね。では早速、はい、ドライブにレッツゴー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 、行きましょう行きましょう。はい、私は助手席免許持ってないんですかね。はい、快適な運転でご案内します。どうぞ。姫、頼もしい頼もしい。絶対そのあたりの男の人よりモテますよ稲田さんはね。ありがとう。フォトリップの魅力を探る小さな旅に出かけた2人、移動中の車内どんな話をしているんでしょうか。稲田さん子育てをしててどんな時楽しいなって思います。まあ、子供がね笑ってる姿を見るのが一番やっぱり楽しいなって自分もね感じますよね。和田久美ちゃんもね息子さんいらっしゃるじゃないですか。そうそう、うちも2歳の男の子がいるからね、うん、いい時期ですよね。もう家の中に行って救急車の音とか聞こえて、ちょっとかすかに聞こえただけでも反応する。すごい。救急救急ってやつ。かわいい。救急、そう、スーパーアンビランスって何ですかと思って、なんか新たなこうね世界開ける感じはあるな、ね、子供に教えてもらうね世界って多いですよね。うん、さて2人は最初の目的地に到着したようです。着きま
ましたね。気持ちいい野崎のこうゆったりした、ね、雰囲気がすごくいいですよね。静かなんですもんね。静かな中にこの波の音がねザーって鳴るのがねすごくいい。稲田さんは、はい、ここ野母崎エリアでの撮影が多かったって聞いてます。一番最初の頃に撮影したのがすごく印象に残ってて、すごくねその野母崎で見た夕日が綺麗でお気に入りで LINE のアイコンにもしてるんですけど。え、今でも？そう、今でも、もうそれも本当8年前ぐらいなんですけど。え、それじゃあもうフォトリップが始まって初回の頃、ちょっと何回かした後だったと思うんですけど、本当の本当の初回の頃って思い出あります？はい、すごく緊張していったのを覚えてます。当時年齢をいくつですか？多分22とかかな。撮影の半年ぐらい前にあのミスユニバースの長崎大会に出場して、で2位をいただいたことがあったんですね、うんうん、あのどこかちょっともうモデルとしてのお仕事を頑張りたいっていう気持ちもすごくあって、もう頑張るぞみたいなすごく力んで撮影現場に行ったんですよ。で初めてなのでテレビの撮影のことなんて全然わからないし、すごく怖かったですね。こういう最初の頃に撮影した場所に来るとこう初心に戻れるというか、そういう時の思い出をすごく思い出せるので。でも本当にねそこから8年経ってね、うん、また今日初心に戻って、はい、うん、フォトリップの足跡をたどる2人は次の目的地を目指します。フォトリップって多くのモデルさんが出演してるじゃないですか、はい、今のシリーズだと何人ぐらいいらっしゃるんです？今のシリーズは7人、全員で7人、私も含めて。そうなんだ、はい、いますね。以前フォトリップってモデルさんが2人で出演していた時ありましたよね。そうですね、あの長崎のおしゃれなカフェとか、まあ、インスタ映えするような場所にこう女子旅に行くみたいなシリーズもあって、やっぱり楽しかったですか？楽しかったです。もういろんな体験もねさせてもらったので、うーん、みんなもね嬉しかったと思います。嬉しかったと思います。2人は脇岬海水浴場からほど近い場所にある水仙の里にやってきました。ここ水仙の里もロケで来ていましたよね。そうですね、水仙の里も何度か来たことがあるんですけど、冬になるとここ一面に白の水仙がバーって咲いて、あの野母崎のね風がこう吹くので、その風にね乗ってすごいいい香りがねするんですよね。おお、気持ちいい。今日はいろいろ海を巡ってきたけれど、よりこうなんか近い感じがしますね。そうですね、またさっきとはね違った景色ですよね。そうそう、まず軍艦島がね、うん、存在感がすごいですね。あるある、うん、であんまりこうなんか街中の風景が入ってこないから、うんうん、本当なんか歴史上のこうなんか偉人になってここに立って街を見ているみたいな、そんな気分になるかな。ならない？そうですね。稲田さんにはまた番組の後半でフォトリップの見どころを。ホンダカーズ長崎の東長崎店にやってきました。さあ、ずらりといろんな車、カラフルな車が並んでいますけれど、あのモデルさん来ていただいているんです。お願いします。こんにちは、河田琴乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。以前フォトリップとは違う番組で、はい、ホンダの車を紹介するコーナーでご一緒したことがあるんですけれど。そうですね、私河田さんの顔をすごく好みでして、なんか猫顔じゃないですか。え、しかもちょっと色気のある猫顔。本当ですか？え、猫みたいだねって言われません？どっちかって言ったら犬顔って。え、そうなの？あれ違った。失敗した。でも好きって気持ちは変わらないんで。ありがとうございます。楽しく今日はやっていきましょう、はい、お願いします。はい、早速車を見ながら話を始めた2人、実は甲田さんには内緒でもう一人サプライズゲストを呼んでいます。ホンダといえばこの人。
長崎の皆さんこんにちは、松尾遥です。長崎のホンダカーズのコマーシャルでおなじみの松尾遥さん。東京や福岡を中心にモデル、タレントとして活躍している遥さんに今回の番組に参加してもらいます。せっかくのサプライズゲストなので今回は店員を装って登場。高田さんにドッキリを仕掛けてもらうことに。はい、こっそり来ます。ちょっとこの歩いてくる道のりをこっそり歩いてちゃんとびっくりさせれるように頑張りたいと思います。ドアが広い方が入りやすいのかなと思うから。なるほどね。私も免許を取ってこういう車から始めてみたらいいのかな。そうですね、うん、最初は。いらっしゃいませ。車を探しですか。びっくりしちゃった。お久しぶりです。お久しぶりです。松尾遥さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おたくみさん知ってたんです。あのね、なんか知ってた。知ってたんです。ずっとあそこからやだ、隠れてたんですって。やっぱり遥さんといったらね、ホンダのコマーシャルの、ね、イメージが踊ってますね。踊りすぎてもうあの曲流れたら逆にこう止まっとけないですもん。自然となんか踊っちゃうみたいな。でもダンスの子だねって言われたりとか街中でもあるんじゃないですか。そうですね、なんか撮影とかしてたらなんかおばあちゃんとかこう近づいてきて、あ、これの子みたいな。かわいい、かわいい。それだけ印象強いってことですよね。ありがたいですね、うん、でも結構撮影で長崎頻繁に来ていますよね。あ、そうですね、結構来てて、あのホテルとかでフォトリップもそれこそ何度か見たことあって、なんかナレーションが結構特徴的じゃないですか。だからこうなんか歯磨きとかしてて、あ、フォトリップ流れてるのあたりとか。結構車たくさん出てきますね。運転結構、はい、やってる。毎回毎回ずっと撮影中はもうずっともう自分で運転してっていう感じで。じゃあ結構長い時間運転されてるんですか。長い時間運転しますね。紹介する車とかってどなたが決めてるんですか。紹介する車はホンダの方が決められて、ね、そのモデルのイメージを、そうなんだ、なるほど。そう考えてくれて多分用意してくれてるんじゃないのかなって。あ、色味とかも多分結構黒系が多いんですけど、私はあんまり可愛い色と当たらないんですけど、大人っぽい印象イメージかなみたいな。ワイルドな車。ワイルド。なるほど、体にワイルドも褒められてるのかな。運転はまだ撮影でさせてもらったことはないんですけど、結構車と絡む CM とか撮影は、ね、から、はい、いろんな車、何が好きとか。なんかこう見た目で言うと私シビックが大好きなんですよ。かっこよくて自分がいざ乗るってなったらやっぱ N シリーズ絶対乗りたいです。乗りやすそうだし、かわいいし。はるかさんはユニフォームから着替えて3人でドライブに。今日はホンダフリードハイブリッドで出かけます。中広々で大人数のやつにはもうドライブぴったりなんで、赤い車で女子会っぽい。女子会で、ね、長崎フォトリップ特別編、女子3人は雲仙方面にドライブ中です。あ、でも遥さんって免許を取ってるところ。あ、撮ったんですよ。あ、もう撮ったんだ。撮ったんだ。おめでとう。撮ったんですよ。おめでたい。撮りたてだから今一番多分なんだろう、姿勢が分かるんですよ。高田さんもすごい多分教習所で習った姿勢。教習所で。そうなんだ。何それ、そんなあるんだ、教習所の。なんかちゃんとこう頭つけて、こう手もちゃんと10時10分に持ってみたいな。それを今やってるわけですね。どっか行きたいとことかあります？なんかそれこそあの長崎撮影で毎回来てるんですけど、一回その福岡から長崎とかの道のりを一人で運転してみたいっていうので、高速に、高速を越えて、県を越えて、夢広がるね、ドライブっていうね。3人がやってきたのは雲仙市にある牧場の里東。高田さんが選ぶちょっとしたドライブにぴったりの場所です。獣の匂いがしてきた。え、してこない？ほら獣いるじゃん。あれどこですか？あれほら、え、あれ牛だ。あれ牛？あれ牛？わあ、すごい。めちゃめちゃ綺麗。いい場所。
いい場所ですね。海と山とね。よいしょ。よいしょ。空気が気持ちいい、ね、これ良くないですか。すっごい気持ちいい。息をしやすい。うん、あなんか秋だなって感じ。こう日の感じとか、ね、うん、本当風の吹き方とか。牛の放牧地を公園として整備した牧場の里あずまには雲仙の万里の長城と呼ばれる遊歩道があります。展望台に登ると橘湾と有明海を望む気持ちのいい景色が広がります。え、これすごいね。すごい、フォトリップに出演している甲田さん、そしてさまざまなメディアを通じて長崎の良さを発信しているはるかさん、2人が好きな長崎について聞いてみました。甲田さんは今までフォトリップのロケで、まあ、いろんな長崎のところを巡ってきて、はい、どんなところが印象に残ってます？私やっぱ白木峰はすごい好きでした。コスモスすごいいいし、あとは一番最初に行った新田庵っていう、いいですよね。綺麗ですよね。なんかね、本当にこう写真に思わず収めたくなるスポットが長崎ってね、いっぱいあるなって思うけど、はるかさんは長崎ってこうどんな印象を持ってます？もうとにかく人があったかいです。めちゃくちゃ。あ、嬉しい、ね、あ、人優しい。優しいです。もう本当になんかもう帰ってきたら本当に幸せな気持ちになるんですよ。でもこれでね、はるかさんが可愛いから優しくしてるとかそういうわけじゃなくって、本当にみんな優しくないですか？本当にあったかいです。それもあるのかな。いやでもなんか関係なく優しい人多いのかなっていう印象はあるからね。え、なんか早く県外の人もたくさん長崎遊びに来てほしい。いや、ぜひに。いや、もう本当にいいとこたくさんありますもんね。美味しいものもいっぱいあるんで。そう本当にもう何より空気感がいいね。あ、間違いない、ね、気持ちいいからね、はい、KTN のミニ番組フォトリップ、自身もモデルとして出演する稲田さんが感じる番組の魅力とは。2人がやってきたのは長崎市にある鍋冠山展望台。長崎に来たなって感じますね。そうですね、長崎ならではの景色ですよね。すっごくいい景色ですね。もともとフォトリップってどんなコンセプトで始まったんですか？初めは長崎の有名な場所スポットに行って、まあ、カメラで写真を撮りながら旅する番組で、この写真を撮ることで今までとは違った何かこう魅力とか発見ができたらいいなみたいな番組だと思うんですね。ほうほう、はい、この8年間の中で番組の雰囲気もいろいろ変わってきたのかなっては思うんですけれど、はい、稲田さんから見て共通点なんかあったりしますか？私が初め出た時にフォトリップを初めてテレビで見たんですよね。ですると自分が主人公の物語のようなものが流れてるなって思ったんですよ。まあ、自分が番組に出てるから自分が主人公のように見えるかもしれないんですけど、今のそのフォトリップのシリーズはよりこう誰もが身近に感じるような住宅街の坂道で撮ったりとか、近くの公園で撮ったりとか、あとナレーションも人が誰もが一回は考えるような経験だったりとか、昔お母さんにこう言われて怒られたことあったなみたいな、それを今私は娘に言っちゃってるなとか、本当にこう生活の中で起こり得るようなことを文章にして読んでいるので、それと映像を重ね合わせて見てもらうとよりこう親近感が湧くというか、なんかこう自分の人生も自分がこう主人公の物語なんだって、こうなんかちょっとこうポジティブな気持ちになれたらすごくいいなって思って出てて、はい、深い番組ですね、フォトリップ。深いでしょ、ね、いやでも今後のフォトリップの見方が変わりそうです。あ、本当ですか。聞けてよかった。そうですね、もう本当に見ている人が元気になってもらえたらいいですよね。うん、稲田さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回が長崎フォトリップ特別版ということで、女子旅の合間に通常のフォトリップの撮影も行ってきました。今日出演していただいた稲田さん、そして甲田さん、松尾はるかさん、なんと私も出演いたします。
ナレーションの文章もどんな風になっているのか楽しみですよね、はい、長崎フォトリップ特別バージョンのナレーションは私松尾遥が担当します。明日のことはわからないけれど、将来のことに不安になったりもするけれど、だったら今日好きなことをやってみよう。誰かの脇役で過ごすのではなく、私という名の物語の主人公になる。世の中は狭くなったように感じるけれど、私の好奇心はそんな世界を飛び越える。会いたい、知りたい、話してみたい。初めてかもしれない、懐かしいかもしれない、ドキドキやワクワクが私をヒロインにしてくれる。突然雨が降り出したとしても、それは私を輝かせる演出。できないことがあったとしても、それはできるようになるという幸せ。窮屈な世の中、慌ただしい毎日、望むところ、最短距離じゃなくても進んだ距離の分だけ私は強くなる。ドラマチックじゃなくていい、ガイドブックに載っていなくていい、普通の風景や普通の人々との出会いを別世界にするのは私なんだ。何気ないふとした瞬間に心を着替える。そんな目を持っていれば、道草だって立派な旅になる。画面越しでは感じられないライブな私が始まる。私の人生一生クライマックス。果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップは毎週火曜日夜9時54分から放送中。バックナンバーは KTN のホームページで見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。